咲いとる。咲いとるか。咲いとったであろう。猫ちゃんがおるよね。おじいさん、ね、この3本の矢を折れるか、こうやってやるんだ。こうやってやったら綺麗に見える。な、全然あっちへ出てます。ちょっと若いわ。こんな裏にあるタイプ初めて見た。見たことある？ない。キツネさん。な？見えんがもっと上にせんと。な？なってるなあ。どれ？鳥の死体？鳥の死体？違う？首がビヨンってなってる。本物かな？怖くない？怖いな。うん。すごい、絵が。あっちもな。ほんまじゃん。タコちゃんどこおらんかった。シャーみたい。やつ、稲荷もある。猫の。絵もある。あ、じゃけんキツネがおったんか。中が見えて食べただけ。あら、こんなところにも猫。うん、立ってるしかも。可愛いな。チェーンそっくり。本物の猫どこだ。来ないの？あ、聞いてみたらいい。3歳？まだ3歳？可愛い。可愛い。あ、なんかやべえもんが映っとるで。何？金玉。男の子だったんか。男の子だったんか。かわいいな。かわいい。なんでこんなおとなしいな。全然人見知りせんの。あんまりいけん。かわいい。嫌じゃない顔は。子供とかは嫌いやけどね。ああ、やっぱりめちゃくちゃ触るけん。うん、声だ、大声だ。かわいいな。似合ったんか。似合ったの。いいな。かわいい。毎日出勤しょん。店長も。いけんのんか。いけんのんか。寝るんじゃって言われないの？いや。うん。かわいい。ほら。ほんまだ。かわいいな。お客さんとか来て、起きたらついでにご飯食べて。うん。誰が今度さすがに。そうなんじゃ。国内の方から歩いていける？歩いて無理？車で？車で。10分かからんぐらい。木山寺ってお寺の案内が、あとお寺の真向かいがここの奥に。そうなんだ。そっちは猫ちゃんおらんの？そっちはな。もう今見れまうけど蛇がおる。え、蛇おるんじゃ。白蛇。そうなんじゃ。ネタ的には多分そっちの方が美味しかったと思う。白蛇だって、見たら昔白蛇がついてるよっておばあさんに言われたことある。白蛇。出たら面白いないな。あんまりつかんけどな。そうなんだ。よく言うのは、キツネがついてるとかな、案内してるけど、大体キツネがついてるって言ってくる人は、無縁仏がついてる。あ、そうなんだ。無縁仏っていうのは、どこにも入れんかった人？ついてはね、まあ道端とかにこう祀ってあるやつがついてるやつは大体狐がついてるって、その無縁仏に言わされるって。あ、そうなんだ。狐つきっていうのは。あれは本当に狐じゃない。怖いな。撮ったんそれ。宮司さんの話のしろ。今の話オッケーな話ですか。あ、顔出しもオッケーかバンドマンだよね。もう出てるけんな。食べたんか。おじい。あ、こっちもね、こっちも。あ、おじい。かわいい。かわいい。おじい、おいで。おいで。どうした？おいで。ああ、来たんか。おいで。怖くないよ。おいで。本当におじいちゃんじゃな。おい。怖いか。ちんちんが見えとった。おい。怖いか。誰でもじゃけん。そうな、ちょっとびっくりしたる。飼い主でも、なんかこう。おじい、おいで。かわいい。不安そう。あーちゃん。おじいちゃん何歳？おじいちゃん11歳。11歳、全然おじいちゃんじゃないが。11歳、もうすぐ12歳か。あ、そうなんだ。やっぱ犬の方が、猫より。おじいちゃん。猫よりちょっと、短命。大体な。かわいいな。ゆくゆく。うん、ごめんごめん。本名さんか。かわいい。かわいいな。大丈夫な。好きなんか。待て。ごめんな。かわいいな。おとなしい。犬と猫仲良し？仲良し。すごい。あ、でもこいつがちゃんとフードを食べてしまう。あ、そうなんだ。ちょっと猫の方が面倒くさい。かわいかったな。手がまだ折れてる。おじいが出てる。ああ、風鈴がいっぱいある。すごい山。とっても古そう。やっぱ奥宮の方が古いわけ？それは奥宮の方が古いだろうね。そうなんだ。狛犬さんも古そうだもんな。だって顔がもう古くてよくわからない。いい感じのところ。こんな山の中にひっそりとあるんだな。じゃあ走って行ってみるね。うん。ここが奥の院。これカラスな。カラス。だって黒いもん。そうだろ？ズボ。まだ鳩っぽくないな。うん。それはなんて読む？八幡神社。八幡かと思ったの。八幡なんだな。でも八幡っていうのは聞いたことあるね。檜山神社と檜山寺、檜山神社と檜山寺、おしまい。